さあ行きましょう。いよいよ際い方向にやってまいりました、特別編ダイナマイトでございます。この大好きでしたね。大好きな台でした。これね、その後大地さんはダイナマイトのキャラクターをなんとかメーカーイメージメインにしようと頑張っておられますけど、まあ、いまいちその変則ゲーム性が多いんでね、定着しきってないところはありますけど、まあそれの大元になったのがこいつですね。このダイナマイトです。ダイナマイト君、まあ基本ゲーム性からいきましょうか。僕これ普通本当に久しぶりなんで、スルーチャッカーね、スルーチャッカー通るとチューリップ入れます。これ今のダイナマイトも近いようなものはあるよね。なんとかこれを再現しようとした感はある。チューリップが一瞬開いて入ったのがここね、役物真ん中にこれ見にくいですけど、カゴが、弾が1個だけ乗るカゴが上下してます。ちょうどこの役物が下に下がった時に弾が来るとカゴに乗って、ここのセンサー回転体まで弾持ってかれてるんですよ。でこの台は一桁デジタルなんですけど、ここに3か7が出るとお見事おめでとう、連チャンゾーン突入。これね確か大当たり確率が45分の1とかそれくらいあったと思いますね。実はねこの台僕はガイドに入ってすぐぐらいに出たんで、現場でプロとして打ち込んだ台ではないんですけど、割とこの連チャンシステムっていうのは革命的だったんですよね。実はねこの台の元祖になってるのがアレキングですね。富士商事のアレパチでアレキングっていう台があったんですよ。あれと中身が同じなんですよ。おそらくですよ、これはもう今となっては当事者の方に確認する以外手法はないんですけども、共同で作ったんじゃないかと僕は思ってますね。同じ仕組みです。すごく巧妙な連チャンのシステムを採用してまして、まあどの台でもデジタル式は大当たり抽選カウンターっていうのがあるじゃないですか。で入った瞬間、入賞の瞬間のセンサー感知のタイミングで大当たり乱数を取得して当たりか外れか判定するっていう仕組みなんですけど、この台も基本的にはそうなんですよ。大当たり抽選カウンターがずっと内部的に動いてて、入った時3かなと当たりみたいなことなんですけども、うまいこと作ってあるのはこれ本当にすごいと思ったんですけど、ここのセンサーを通過した瞬間に大当たり抽選カウンターが一旦リセットされて初期値に戻るんです。でここセンサー通過のたびにその現象が起こる。で何が起こるかっていうと、センサーを通過してチューリップが開いてカゴに乗って弾がここに到達する、この時間ってほぼ一定なんですよ。ほぼ一定のところでしか弾はここに実は入らないようになってる。おお、とりあえずさん、あのね、連チャン基本3から始まるんで、1ラウンドです。3は小当たりの1ラウンドです。さあここからの仕切り直し、これがねこの台のいいとこなんですよね。3が出たら次7に結びつく可能性が高いんです。3と7は天国ゾーン中、今言ったように一定のタイミングでしか入らないで、ごくまれに天国への入り口の一定のタイミングの中に天国への切り替えとなる大当たり乱数っていうのがあって、そこに当たると今度大当たりカウンターの動きは逆転するんです。通常時は外れのとこに、大体外れのとこに弾を送り込むようになってくるんですけど、天国への切り替えの3か7を積もると大当たりカウンターがひっくり返って、今度一定のタイミングで連チャンする3と7のとこにどん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 弾を送り込むようになるんです。それを切り替えるんですよね、当たりごとに。そうやって一旦天国入っちゃうとなかなか終わらない。逆に地獄ゾーンの時には
延々天国に上がらないっていう、この2種類の極端な大当たりの表裏を作ってたのがこの台ですね。ちなみにここに玉が通るたびに巻き戻しが起こるんで、センサーにこう入賞してカゴに乗って玉がセンサーに向かう最中にここ通ると変なとこの乱走を取ったりするんです。逆にここに通ってこう役務の中でね、カゴのとこに一瞬引っかかったりしてものすごいここに来るのが遅れる時ある。そうすると本来だったら天国ゾーンでしか積もらない3か7を積もっちゃっていきなり7が出て当たるとか、いろんなねイレギュラーなことが起こった台なんですよ。なんでこの台ね、面白いけどここに玉を通さずに手でどんどん玉を入れるとバリバリ3も7も出るんです。で今はまあ地獄ゾーンで3が出たんですけど、これが当たりの3か不可視の3かは分からないですね。次ですね、で地獄にいても偶然スカの3を続けて積もっちゃう時もあって、レンチャン来たかってなる時もあれば、逆に天国にいてもハズレが若干混ざってるんで、ハズレ目が混ざってがっかりと思ったら次復活してドーンって当たりとか、いろんなパターンがあったんです。だから当時のガイドではその内神の仕組みが分かってんで、一旦レンチャン天国ゾーンに入っちゃうとなるべくここに続けて弾を通さないようにして、一定のタイミングでまだ1はギリセーフだってするんですよ。1はね、なんとなくそのレンチャンの時出やすい台、3の手前で1が出ることって結構あったんです。天国地はここになるべく通さないようにして一定のタイミングで弾を送り込んで大当たりをなるべくたくさん取ろうっていう天国保存打法っていうのをガイドでは一応提唱した。で通常時は変なタイミングで弾が入るように打ちっぱなしの方がむしろ良かったみたいな、打ち方をちょっと切り替えながら打つことで若干当たりを軽くすることができたし、レンチャンに入った時にそれを少しは伸ばすことができたっていう、そういう技術介入性はあった台ですね。これもオフィシャルの体裁としてはただの1回蹴りもんですよ。3で1ラウンド、7で15ラウンドだったと思うんですけど、それがたまに出るっていう連だいたいこれで終わってますね。終わってますっていうかガセっすね。基本的に天国の入り口は3なんで、ものすごい入賞がこう弾引っかかったりして2個入って弾がここで詰まって絶対に行かないようなところで入ってドーンって7出るときあったんですけど、それはもう単発の7だったですね。天国中の連チャン切り替えする7ではないっていう、これ高田の馬場にあったんですよ。今はないですけど、今もドラッグストアになっちゃってますけど、馬場にあったときあってね、もう30年近く前です。でこれの 7&15 バージョンがあったんです。ラッキーボーイって言って全く同じゲーム性です。それが編集部近くにあって、もうその両店舗でめっちゃ打っとった、すごい好きな台でした。やっぱさ、何回かに1回画星だろうが3が出てくれるん でそれがこう一旦仕切り直してさあ行くぞっていう気持ちで毎回毎回打てるやないですか。あれが好きでね、手近なゴールがとりあえずあってドキドキさせてくれるっていう、僕はこの手の台が大好きだったんですよ。ちなみに今天国地獄ってこう普通に言ってるし、まあ今パチスロも含めいろんな台で天国ゾーン地獄ゾーンみたいなことを言いますけど、それの元祖ですからね、これとまあアレキングが。アレキングも同じでスルーチャッカーから弾入賞までのタイミングがほぼ一定になるように作られてて、特定のあたりでそれを切り替えるようになってたっていう、全く同じ仕組みだったんです。でそのモード切り替えっていうのを天国地獄って名付けたのはパチンコ必勝ガイドです。パチンコ必勝ガイドです。パチンコ必勝ガイドの造語なんです。一般名称化してますけどね今や。このね、役門のカゴの振り分けはもうこれ完全に運なんですけど、狙えるもんじゃないんで、ほんとこれの偏りですっげー回ったと思った台がピタッと回らなくなったり、その逆があったり、そういうランダム性もこの台のいいとこだったね。もう味も素っ気もないでしょ。でもこのデジタル回転音なんか後のねダイナマイトキングなんかにも
そのまま使われてて、頑張ろうとしてる感っていうのは大地さんの見えるんですけどね、やっぱゲーム性が特殊すぎるんで今の人たちにやっぱ受けないよね。通常のデジパチでなんかそういうゲーム性を再現した方が時代的には受けるかなっていう、よう考えましたよね。いかに連チャンさせるか、天才だと思いますよ。一定のタイミングに固定するっていうやり方を考えた技術者の人って、で得点トリガーでそれひっくり返ってゲーム性が一変するっていうね、なんやかんやでここを見て、はね、チューリップを見て拾われるかどうかで力込めてって、それなりに通常時暇しないっていうかね、ガチで見てると疲れる台ではあるんですよね。一回で一回での重みがほらやっぱあるから。あとねパチスロの裏門でねダイナマイトバージョンっていうのが一時流行ったことがあるんですよ。それはレギュラーボーナス起点で連チャンに入るっていうやつだったんですけど、それもやっぱりこのダイナマイトのゲーム性をそのまんま名称にしたっていうかね、でいろんな意味で影響を及ぼしてる台ですよ、この台。だからぜひこう知らなかった人は打ってもらいたいし、覚えておいてほしい記念碑的な台ではありますね。だからね、この頃にやっぱ連チャンの概念が変わったっていうか、まあアレージン、エキサイトで、その元祖のさっき言ったアレキングで、ダイナマイト、この辺りで一旦入っちゃうと、もうめっちゃくちゃ出るみたいなモード式のやつが増えたんですよ。それまで連チャンつったらね、保留ダムで 2,3 連射ラッキーみたいなものだったんですけど、青天気味になってきちゃってね、この20連とかほらしちゃったわけで、やっぱグッドレートが上がった時期ではあったよね。1の後、あっ、さあどうでしょう。1が天国への入り口になる1が極1番あったはずなんです。だから1はチャンスやったんですよ。ただちょっと変なタイミングで入っての3だったような見え方もしたんで、どうかなって思ってはいるんですけど、まあ、してもチャンスではあるのは間違いない。さあ緊張の一番いい時ですね。よし、あーまだギリ踏ん張ってんのかな、なかなかね捨てれないから、ほら2回は回さなきゃいけなくて、3回目で当たる時もあったし、なかなか難しいんですよ。あとね、朝一ね、お店がこう玉入れて3を出して回転する店って結構あったんですよ。別にモーニングっていうほどでもないんですけど、やっぱでも3の後だと打っちゃうじゃないですか。あー残念。そう、そういうなんかこう回転サービスみたいなものもありましたね。おお、ほら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 、さあそろそろ本物欲しいですね。で、こう3のハードルがそんなに高くないっていうのは良かったんですよ。この台ちょいちょい来るから、しかもね本当にたまにガセさんが連続して偶然にいただきかーみたいなこともあったし、いやー、ゲーム性スペシャル秀逸でしょこれ。はい、うわー、このショック固まってきた時にさらっとかせられた時の、あれだなー、残念、なかなか上がらないですね。だんだん意地になってくるからねこれ。おお、いいねー。あ、
今のとかさ、なんか楽しみ取っといてくれませんかみたいなやつですよこれ。でこれ万が一今当たったらパンクしてたはずなんです。当時の権利もんなんで2回続けて権利案入っちゃうと終わるやつやったんですよ。これもうダメでしょ、だってもう一応1なんでなんとなく期待はしてますけど、ゼロではないけどね。こうやって次の3までそろそろ当たるか、いや次だってやってるうちに気が付くとめちゃくちゃ金使ってるっていうタイプの。でもそれを一発でまくったりしたから危険なんだよこの台は。あ、また2回入った、危ねえ。うおー、どうなのどうなのこれ、気を持たせてきますね。連チャンで生きてるのに引けてないのか、地獄で偶然に外れの3を引き継げてんのか、いやいや今度こそ本物なのか分かんないでしょ。ちょっとお願いしますよ、これ5回目ですからね、そろそろ生きてもいいんじゃん。でね、この台、まあそのモード切り替え式では当たり前なんですけど、3なり7なりが出といて天国に上がって、で3なり7なりがまた出て、よっしゃ本物だってなった、その辺りで地獄に落ちる時があったんでね、でうおーってなってるけど実は内部的には地獄に、はい終わってますみたいなようなこともちょいちょいあったんですよ。まあ、これ今のパスローでもよくあるよね。おっしょい、今はね多分ど真ん中のタイミングだったんで、これで7引けてないということは多分ダメです。どうなのどうなの、今もちょっとこう通っちゃったんで軽くよくわからないっていうかね。うわあ、うまくいかないな。うお、何この1回置きの気の持たせタイプ。これ天国行って7引かずになんかっていうのもないわけじゃないですよ、ここまで固まると。ああ、よっしゃ来たー来たー、最高ですねこれ。このね棒3本だけの7もこれの美しさ、これ写真撮っとこう。あー、なかなか気を持たしたねーこれね。多分天国継続率ってね、まあもちろんあの入賞タイミングで変わってくるんですけど80% 以上あったと思うんですよ。だから平均すると7が3、4回、3が2回ぐらい、7の方が多くなるんで天国中は。そんなような平均したイメージでしたね。ただね、やっぱ今みたいに天国かもっていうのがずっと引っ張られて7引けてなかったじゃないですか。こういうので一発でドボンってこともあったんですよ。7出ると一回安心しますね。3の後とはちょっと違う。はーって感じ。あとは続いてお願い。まあこうちょっといたしかし、7と3じゃえらい出なくちゃうから、ほら、まあ、多分まだいるだろうっていう安心感と出玉振り上げね、あの ST 機でマックスラウンドか3ラウンドかみたいなそういう差やから同じですよね、考えてみたら。そうだな、パチンコの手玉振り分けのあれも、もう全てこれからスタートかもしれんなって思っちゃうな。そういってすごい影響力を、よっしゃ気持ちよし気持ちよし。いや、こうやってごく普通にわーいってやってるけど、本当こういうのも努力してくれる人がいるから今まで来てるけど、あと何年持つんかなっていうそういう時期ですよね。なのでみんな打っといて、だが打てるうちに。さあまだまだ7、2回でしょ、3は分かんないけど、どっから本物か分からないけど3、4回出てる。おい、はい来た、ドーン。これ状態乗ると一発一発で来るから、
なかなか順調ですね。最初もたつきましたけど。ってなるともたついたように見えて最後の3が本物だったのかもしれないしね。内部状態どうやったんかなみたいな、そういうのもね、この台の出てる時の楽しみ方の一つ。これは天国さんですからね。振り分け、振り分けの さあ、というわけで、本当に久しぶり。あのね、いろんな一発台系とか跳ね物系を歌されること多いです、企画で。これは本当に純粋にリアルタイムで打ってた時以来のレンちゃんでございます。いやー、つくづく名機だな。ゲーム性、サウンド、内部システム、そしてこの味もそっけもない表示、全部がパーフェクトですね。僕の中では家の名機と言っていいと思います。はい、ダイナマイトでした。ありがとうございました。さあ、4機種目トップカルチャーでございます。意外とマイナーっちゃマイナーだったんですけど、覚えてる人多い台ですね。ゴールドの部分、リーチこれしかないですからね。